この番組はご覧の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ニコ TV の小森です。始まりました、始まりましたニコ TV ミステリーム通信。7月度はめっちゃおちゃめなメンバーでお届けしていきます。はい、ここからはひとめエリアのイベント情報コーナーです。イエーイ。はい、そしてここからは滋賀県立大学の古墳祭実行委員の伊賀さんと関さんに来ていただきました。ご一緒にお願いします。お願いします。はい、では今日はカエルちゃんに真顔な感じで V 振りお願いしたいと思います。はい真顔。それでは絶対見たくなるような、見たら行きたくなるような VTR スタートです。皆さんこんにちは、近江鉄道の伊藤です。いや、いよいよ暑くなってきまして、ただいま近江鉄道では、今ご紹介します近江ビアレン星空生ビル号絶賛運行いたしております。この近江ビアレンではですね、車内で、キリンの一番搾り生ビールと、そしてシガ作り、こちらもついてきまして、料理もつきまして3300円でただいまご予約の方好評受付をいたしております。この、暑い夏をビールでグッと飲んでいただいて涼しんでいただければと思います。ご予約の方は全て電話の方で承っておりますので、こちらのご予約で一度お電話いただければと思います。近江ビアレン乗って、暑い夏を皆さんで吹き通しませんか。いいですねどうもスタジオの皆さん、今ね、ちょっと満席あるんですけれども、まだ空いてますのでぜひ飲みに来てくださいね。皆さんこんにちは、彦根観光協会の吉原と申します。本日は8月に彦根市内で行われるイベントについて皆様にご紹介したいと思います。まず8月1日には彦根大花火大会という毎年恒例の花火大会を琵琶湖松原水泳場で開催させていただきます。時間の方は19時30分から20時30分、約6000発の花火を打ち上げさせていただきます。こちらの方についてはこの花火大会だけで上がる彦根花火や松原水泳場をワイドに使ったスターマイン等々が見ものですので、ぜひ皆様お越しになってください。続きまして8月6日こちら土曜日なんですけれども、彦根満島流しという芹川の河川敷を使ったイベントが行われます。こちらの方には彦根お城大使なんかも浴衣を着て参加しに来ますので、ぜひ皆さん会いに来てください。時間の方は17時半ぐらいから彦根芹川の河川敷の方で行います。また8月8日の月曜日にはこちらも毎年恒例の彦根林総踊り大会を開催させていただきます。時間の方は17時30分から踊りの方が始まります。場所は銀座商店街を中心とした市内の商店街になりまして、こちらの方はいろんなその市内の伝統芸能的な踊りや豪州音頭なんかも見ることができますので、暑い時期ですけども皆さん体調には十分注意していただいて、ぜひ彦根の夜をゆっくりとお過ごしください。どうもありがとうございました。皆さんこんにちは、花しょうぶ通りの彦根町の駅千石丸です。皆さんは大河ドラマの真田丸を見てらっしゃいますでしょうか。真田丸の中でも石田三成がとても重要なポジションで出ておりますけれども、こちらの石田三成は、私たち花しょうぶ通り商店街のマスコットキャラクターですが、石田三成役の山本浩二さんともたびたび共演させていただいている中でございます。こちらの石田三成や島佐子にゃん、大谷にゃんとといった仲間たちも、おりますので、ぜひ一度花しょうぶ通りにお越しくださいませ。それとおすすめの商品なんですけれども、こちら
こちらの手作り段ボール兜といいまして、今真田丸では真田 の軍が赤備えということで有名ですけれども、こちらはお子様や、もちろん大人の方でも簡単に手作りでこのような段ボールの兜が作っていただけるキットになっております。こちらの1つで1枚でセットになっておりますので、ぜひこうお店まで来てお手に取って遊んでいただければと思います。皆さん夏休みはぜひ仙石丸にお越しください。なんとはい、皆さんこんにちは、豊里町の大川です。今年も8月6日にこちらの方にあるんですけども、8月6日の午後4時からとっと祭りが豊里小学校旧校舎群にて行われます。ステージイベントがあったりとか、よさこい演舞であったりとか、あと地産地消バンドの方が出ていただきまして、最後の午後7時頃になりますけども、旧校舎群の校舎の前で御朱印帳の総踊りがあります。皆様ぜひ参加お願いします。皆さんお疲れ様です。どうですか調子は。ここ最近暑くなってきてるんで、熱中症とかには注意していただきたいと思っております。まあ、人のこと言えないんですけど、まあ僕はちょっと仕事が忙しくなって、毎日が憂鬱になりかけておる途中でございます。皆さんも無理をしない程度に頑張ってください。僕も頑張ってますので、それでは皆さんさよなら。はい、今回も素敵なイベント情報をくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。素敵なイベントがたくさんなりましたけれども、はい、皆さんいかがでしょうか。はい、で彦根の、はい、花火大会、そうだね、彦根の花火かわいいですね。かわいいですよね。そこでしか見れない限定花火っていうのは、はい、いいですよね。いいですよね。はい、全国から彦根の花火が来そうですよね。絶対来る。え、見たことあります。絶対来る。今お化けっぽかった。自分で言って怖くなった。ごめん、見たことないです。あ、そう、これも踊り、踊ってました。はい、去年私はロケさせていただきました。銀座商店街を歩行者天国に止めてあって、皆さんの総踊り、皆さんで総踊りを踊られています。一緒に踊ったんですか。私はちょっと踊れなかったんですけど。あ、そうだったっけ。そうなんです。帽子温度は知ってるんですけど。はい、そうです。こっちは私は練習して総踊りの方は。で、今年も始まりました。ビバデーね、もう本当に昨年はヨガの先生ルーシーと一緒に、はい、取材に行かせていただいたんですけども、遠い方はね、大阪から来てくれて、すごい、すぐにね、予約でいっぱいになるって言ってらっしゃったので、そうですね、返しないといけない。もうこれしてください。ほぼ満席ということです。急いで、予約してくださいね。伊藤さんの大勢来るね。面白いのを届けてくださいました。あとこれ家族で、ね、そうなんですよ。先月ね、小池さん出てくださったんですけど、戦国丸でお前ちゃんの目が輝きましたけれども、すごい、うなずきながらすごい、いつも撮影も揺れる。はい、面白いですよね。あんなの作れるということで、あれ被ってチャンバレしたらね、雰囲気出ますよね。すいません、かぶと。そして次に、ゆきやくん、フォローしてあげないと。あれで、ね、チャンバラはできませんよね。そうですか。はい、ごめんなさい。ゆきやくん、めっちゃ好きなの。岡くん、岡くんね。出方がない、出方が。来月もすごく楽しみにしています。出方、出方。だんだん横揺れっていう気になりました。はい、
皆さんありがとうございました。ということで今回は彦根エリアのイベント情報をお届けしました。はい、詳しいイベント情報は仙石丸さん、近江鉄道さん、豊里町観光協会さん、彦根観光協会さんのホームページをご覧くださいね。またみこ TV 彦根 TV のホームページでもイベント情報をご覧いただけます。はい、自然、歴史、ドラマや映画のロケ地となっている滋賀の旅をお楽しみください。近江鉄道さんをご利用いただけますと電車の旅も楽しめますよ。はい、そして夏の彦根といえば花火大会と総踊りですよね。はい、そうですよね。皆さん各地の夏祭りを楽しんでください。はい、それでは続いてのコーナーもお楽しみに。あなたのことを知りたい、街へ行きたい、今すぐにでも、あなたの見てる景色一緒に眺めてみたい、日の出から夕暮れまで、かっこ悪いどこも I'm not afraid to die.